ガルジュレゴネスは、フランス、イルド・フランス地域圏、バルドワーズ圏のコミューン。パリ北部の郊外コミューンで、約15キロメートル離れている。1870年頃の地図ガルジュとは、抑留地を意味する、ゲルマン語のワードじゃから派生している。832年、ガルジュは、ゴハーレームの名で、その存在が証明された。ガルジュは、当時大変な権力を持っていた。 サンドニ修道院に依存していた。王の直轄領であった時代もあり、ガルジュは常に一人の領主に属していたわけでなかった。18世紀、ガルジュの土地のほとんどを、アルヌビル伯爵ジャンド・マショーが購入し、大きな変更を加えた。当時の村の収入は、ワイン生産、石膏採掘、そして工芸品の売買であった。1814年から1815年、 村は略奪され、広範囲に破壊された。不仏戦争では、前哨戦で、プロイ戦軍がガルジュを占領したため、住民は村を捨てて逃げた。1866年と1872年の調査において、村の人口の約20%が失われていた。20世紀初頭に、行政区画が刷新され、村は、パリ郊外のコミューンとなった。 村の変化は1960年代に突然、やってきた。近接するサルセルから拡大し、低所得者用集合住宅群が、ガルジュにも建てられたのである。かつては農地であった、現在のガルイコールサルセル駅周辺には、集合住宅が林立した。1958年から1969年に、かけ、集合住宅の中でも最大級のものが、 ローマ賞受賞建築家、ノエルル・マレスキエの設計でラダーム・ブランシュ地区に建てられた。当初の設計では7000世帯を収容するものだったが、事業は最終的に一部の4000世帯を完成させた。1950年代終わりから1970年代半ばまでに合計で9500世帯用の集合住宅が完成した。ビューペイと呼ばれるかつての中心部は、 現在の都市の中心部から東へわずかしか離れていない。1995年までガルジュレゴネス市長を務めていたのはフランス共産党のアンリ・キュキアマンであった。彼の3期目の最終年は前例のない不安定な情勢と並行していた。1994年3月と6月の2度、暴動が起きた。ネリー・オラン率いる地元共和国連合が 翌年の自治体選挙で勝利を収める要因となった。ありがとうございます。